大阪都構想と行財政改革、まさに今も全体的に予算の議論がずっと続いてますけれども、それぞれの政策のみならず、全体的な行財政改革について、えーまあ今年の5月の住民投票というのは一つのポイントだったかもしれません、その後の議論、より具体的な話をお人から伺えればというふうに思ってます。まず行財政改革、これはもう役所改革です。これだけのことをやってまいりました。 まず、えー、行財政改革をやろうと、役所改革をやろうとすると、まずは政治家が自ら身を切るところ、当たり前の話なんです、えー、議員定数、これ、僕は議会のときですけど、109から88、21議席を削減いたしました、これは自民党反対をいたしました、えー、それから議員報酬、これ3割カット、今なお続けております、知事報酬も3割カットです、退職金は現在85%カット、これをやることで、今、えー、職員人件費については、 平成19年から24年でね、さらにやってますけど、この時点で9%削減されています、えー、職員数は3222人、えー、これも減りました、クビにしてるんじゃないんですよ、退職者不補充で役所の規模をスリムにしていってるということです、天下り団体の数も25削減をいたしました、えー、こういうことをこれからも続けていきます。はいクレ はいまあ、あの行財政改革、改革は先ほどから申し上げているように、効果検証が一番です、この間の大阪府の財政状況、黒字だとおっしゃっていますけれども、それは単に現金の収支、まあ、例えば借金を増やして現金に変える、あるいは資産のストックを現金に変える、こういうことをして現金が増えたと言って喜んでても何にも始まらないわけです。民間企業並みの福祉規模の決算書によると、4年間での累積赤字が2500億円。 平成24年度には、記載許可団体に転落しています。とても私には財政が良くなったとは思えません。私ははややり政治家のやるべき仕事は <coughs> 予算の優先順位をつけることだとだ思っています都構想に使った37億円、何の効果も得られなかったこういう事業、しっかりと効果検証することで、無駄な事業はしっかり省いていきます、二重庁舎の問題も大手前に集約することで、無駄な税金は,は使いません、はい、松井さん。 あの今、栗原さんから、えー、大阪府の財政状況、厳しいじゃないかと、副式募金にしたらマイナスだと言われるんですけど、それはね、あのマイナス、副、え、式、ー、募金すればマイナスになるんです、なぜか、栗原さんたちがあ今、自民党の国会議員の方が、知事の間、11年連続赤字だったんです、えー、この減災基金の積立不足、本来積んどかなければならないお金にまで手を,す、えー、手を出した。 5000億以上の積み立て不足があったわけです、それを今、橋下祭りの時代で、半分積み上げていってるんです、で、副式募金を作ったのは橋本徹知事時代、だからそれが出てくるのは、その以前の数字が反映されているんです、一番やってたのは、自民党時代のその知事さんが、むちゃくちゃな財政処方をしたのを、僕たちが今、それをね、なんとか立て直していってるんです、そこを分かってもらえないのが残念で仕方がありません倉屋さん。 じゃ、この4年間の累積赤字がこの4年間で減ってしまった資産が2500億円あると言っているわけです。何でそれが分かっていただけないのか、不思議で仕方がないと思います。私はこのまあ、あの松井さんはその？ 累積赤字のことを臨済債のせいだと言いますけれども、臨済債というのも結局、税収をアップさせられなかったから、まあ、税収アップしたとしても、それはアベノミクスの効果の分だけであって、結局、企業がどんどん大阪府外に、しかも近隣の他府県に出て行ってしまっている、大阪の府民所得も、えー、この8年間で5位から17位まで低落してしまった、結局、大阪の経済が元気をなくしてしまって、税収がまあ上がることができない。 私は成長を促す投資につながるような歳出を優先的に使っていくことで、まずは大阪の経済を元気にする、それが行財政改革につながっていくと思っておりますどうやって元気にするかがないんですよね、えー、具体的な話が。税収は上がってます、えー、平成23年度から、えー、昨年の税収見ますと、2000億。 大阪府の場合は法人二税がしたる税源ですから、やはり法人が儲かれば、もあの上がってくるんです、2000億増えてます、これはあの公認会計士なんだから、栗原さんもよくご存じだと思います、で、先ほどの取り組みなんです、成長戦略、一番わかりやすいのが、観光戦略です、これ、要は今、一番あの直近の数字では、今日の報道で出てたかもしれませんが、要は前年対比 大阪を訪れてくれる外国人のお客さんは 96%2 倍になってます東京都でも52%なんですそして全国平均は48%だから倍以上大阪の観光客は伸びていると来てくれるこの人たちが今消費をしてくれることによって大阪のサービス業確実に伸びてますはい保岩さん まああの松井さんは成長戦略を一本化したと、5年前に一本化されました、10年計画で一本化し,しましたけれども、その中でこうしてアピールできるのは、外国人旅行客が増えたということぐらいなのかなと思います。それはやっぱりアベノミクスの効果、あるいは大阪に世界,、えー、世界文化遺産に登録した19の国内19のうち、5つが近畿圏に集中しているというような理由もあると思います。一方でそののの成長戦略大阪の低迷の課題としていつも松井さん が議会で答弁しておられるまあ主なく要因4つの要因因つつの何解決されていませんなぜこれが解決されなかったのか、そしてその中には別に二重行政だなんて一言も書いていなかったと思います。大阪の経済の低迷の要因は二重行政なんかではないと、そしてなぜその成長戦略で5年前に10年計画で作った成長戦略で掲げた低迷の原因がなぜこの間、全く解決もされない。そのののための解決のどういうい ことといいここをややってこられたのかと思いますじゃあ松井さん最後にいやあの4つの要因を、ね、具体的に教えてもらいたいと思います。ます要は先ほどの、えー、成長戦略、これなんですけど、これの中の中身が、この中に観光戦略が入り、えー、こういうライフサイエンス、グリーン、えー、分野の企業の誘致が入っている、間違いなく320億の投資は始まっております。えー、そしてて観光戦略によって 東京以上になぜ伸びてるんですかと、アベノミクスだけでやったら、これは大阪で、府市一帯で観光局を設置して、これもあのマーケティングして、プロモーションが成功してるということなんです、これはやっぱり認めていただきたいと思いますね、全国平均が前年対比48%、大阪は96%ですから、倍以上に伸びてきてるんです。これれ全部がアベノミクスとと言われると 大阪観光局がね、やっぱりあのやってきたことをね、これ、認めたってあげたい、認めていただきたいと思いますね。はい